プリンターはテキストやグラフィックをコンピュータータから紙に印刷すする装置ですそれでは文章を印刷する方法と最もきれいに印刷できる設定について見ていきましょう最初にプリンターがコンピューターに接続されていてプリンターの電源が入っていることを確認する必要があります。早速文章を印刷ししてみましょう どの Windows プログラムでも基本的な方法は同じです。普通印刷コマンドはファイルメニューにあります。ですから文書を印刷するにはファイルメニューをクリックして印刷をクリックします。ただし印刷する前にオプションをいくつか見ておきましょう。文書に複数のページがある場合は印刷したいページを正確に指定できます。例えば最初の5ページだけを印刷したいものとします。 ページの隣のここに1、1-5と入力します。2ページ目と4ページ目だけを印刷したい場合は、2,4と入力します。このように入力します。一度に2部以上印刷することもできます。部数の下に印刷したい部数を入力します。この小さい矢印をクリックして数を選択することもできます。 それではいよいよ印刷してみましょう。文書の印刷が行われている間、この記号が画面の下のここに表示されています。用紙に文書を配置する方法を変更したい場合があります。大抵のプログラムでは配置を変更できます。これは印刷の向きという名前のオプションで、 ファイルメニューのページ設定をクリックして設定します印刷の向きには縦と横という二つのオプションがあります縦を指定するとページが縦長になりますこのようになります横を指定するとページが横長になりますこのようになります横で印刷してみましょう余白の幅や他の設定も 必要に応じて変更すすることができます新しい設定を確定するには OK をクリックしますこの文書は印刷できる状態になりましたが印刷する前に結果をプレビューしてみましょうプレビューを表示するにはファイルメニューの印刷プレビューをクリックします印刷プレビューではページがどのように印刷されるのかが正確に示されます問題がなければ ここから印刷できます。文章を印刷する基本的な方法は以上です。